スズメバチのビーフシチュー。皆さんこんにちは、トミックです。スズメバチの蜂蜜漬けっていうのを知ってる？実物があるんだけども、生きたスズメバチをこうやって蜂蜜の中に入れることによって蜂が溺れながら毒とか体液を蜂蜜に出すんだけど、それを口から摂取することによって栄養価と精がつくって言われる昔からあるもので、これね、市販で買うとこれ一瓶ね5000円ぐらいなんですよ。結構なお値段するんですよ。思った、これさあ自分で作れないかなと思いまして、生きたスズメバチを買ってきました。今回はこのスズメバチを蜂蜜の中に入れさせて、スズメバチ入り蜂蜜を作っていきたいと思います。スズメバチですね。これ種類は黄色スズメバチっていうタイプで、オオスズメバチではないんですよね。毒はオオスズメバチほどではないかなとちょっと安心しています。皆さんこれ決して真似しないでください。普通の YouTuber はやらないと思うけども、安全とスズメバチの生態把握しての今回検証ビデオなので絶対やらないでください。まずちょっとね見てみましょう。これね本当は買った時に、まあなんかこの焼酎生きたまま焼酎につけてくださいと、まあ、説明に書いてあったので、まあ本来だったらこれ焼酎に入れるものなんですが、私はね蜂蜜にぶち込みたいと思います。蜂蜜がなんか瓶とかなんだけど、まあ一匹なのでこれくらいのちっちゃい器に蜂蜜を入れて、その中に、スズメバチを入れて溺れさせます。蜂蜜をね入れましょう。ジュル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 、これくらいでいいかな。スズメバチっていうのは蜂蜜に羽と足が絡まったらもう絶対飛べないんですよ。どん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 飛ぼうとしたら蜂蜜にどん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 絡まっていっちゃうんで、要はそこまでが勝負なんですよ。生きたスズメバチを扱うのも初めてなので、そうですね、生きたスズメバチ扱う YouTuber なんて大チャンネルぐらいじゃない。まずはですねちょっと観察してみましょう。スズメバチを多分逃げ出さないようにこういうネットとかにしてあるね。一応中にいろいろあの苔とか入れてくれたみたいだけども、まあこんな感じだね。一応ネットあるけども何があるかわかんないんで、このビニール袋越しで蓋を開けたいと思います。うわー開いた、うわー開いたよ。あでもちゃんとネット越しで、ネット越しだから大丈夫。ほらネット越しで、ほらネット越しでちゃんとほらスズメバチが出てきた。ほっ、カゴの外に出しました。生きてるぜ。怖いぞこれ、噛みちぎってる？ネットを噛みちぎってるかこれ。ネット噛みちぎってるわこれ。やば。ネット噛みちぎってる。ネットをねいつ噛みちぎるかわかんないからカチカチ言いながらネット噛みちぎってるんで、こいつを早急に蜂蜜に入れたいんですが、このまま入れるとまあちょっとねあれなんで、冷凍庫に3分から5分つけます。そうすることによって低温動物なんで冷凍庫の温度が低いんで、それによって体温も下がって冬眠状態に入るんですよ。仮死状態かな。こいつがネットを噛み破る前に入れます。冷凍庫がいいな。おやすみなさい。この状態で5分ぐらいちょっと放置します。お尻がちょっとピクピク動いてるぐらい。やばい。ここまで行ったら大丈夫。ここまで行ったら。ここまで行ったら大丈夫でしょう。これで多分蜂蜜に毒を注入してるから。で、お尻はもう完全に使ってるんで大丈夫だと思います。もがくことによって
あの毒と蜂蜜を混ぜてくれて、いい蜂蜜ができるらしいんですよ。これは市販のやつなんだけど、こういったほらこうスズメバチ入りのあの蜂蜜が出来上がるわけですよ。多分もう一生やらない企画だと思いますこれ。あ、針出てる、針出てる。見えづらいんだよな針、カメラ越しだと針分かりづらいんだよな。とにかくお尻ですごい蜂蜜を刺してるのが分かりますか。一回このままあの蜂蜜を放置します。一日経った蜂蜜を見ていきましょう。蜂がね、ほらもう化石になってる。すげえぞ。うひょー、針出てる。お尻から針出てるの分かりますか。蜂蜜の色は少しだけ白く濁ったかなぐらいの感じで、まあそれ、あ、でも匂いが違う。市販のスズメバチ入りの蜂蜜と同じ匂いがする。昨日つけたばっかりの蜂蜜をいただきます。あの味は変わるのかどうかちょっと気になるんで、いただきます。蜂蜜だ。スズメバチにつけた同じ蜂蜜、これ多分味の違いは分かるかなと。いただきます。味自体はそんなに違わないんだよね。普通の蜂蜜の方がこうサラッとしてる、舌触りがサラッとしてて、スズメバチの入ってる方はなんかこう粘り気がある。ずーっとつけてる、このちょっと色も濃くなった、こいつちょっと食べてみたいな。これ食べたらもう味がもう分かるんじゃないかな。1日しかスズメバチつけてないんで、まあ、それも違いがあるのかなと。粘度があるね、やっぱりこうスズメバチのあれが入ってると。いただきます。市販のスズメバチ入りの蜂蜜はすっごいコクがある。スズメバチつければつけるほど、時間が経ってば経つほど多分コクが出てくるんだと思いました。まあ自分で作るぐらいだったらちょっと値段張るけど買った方がいいなと思いました。エトミックやるじゃんと思ったら、絶対グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。悩み相談コーナー。このコーナーは俺のインスタの DM から匿名で相談を受けて俺が答えるという企画でございます。そのお悩みに対してみんなもコメントをして、いろんな意見が見れるっていう視聴者参加型企画。私は少し貧血気味なのですが、レバーなどは嫌いで食べないのですが、魚の血合いや豚のレバーなどは食べれます。他に鉄分が多い食べ物ってありますか。ほうれん草とか、ぶっちゃけなんかそういうサプリメントとかで全然今の時代は間に合うと思いますよ。あと豚のレバー食べられるじゃん。大好きな人が天国に行ってしまいました。すごく話したいです。会いたいです。どうすればいいですか。友達か恋人かな。まあでもその友達は間違いなくこの中で生き続けてるんじゃないかな。お墓参りとか行ってあげて、まあその人の分も生きるのが多分その人も望んでるから。いや、わかるよその気持ち。俺もね、年末ぐらいにある友人とこうディズニー行こうねみたいな誘われてて、その時ちょうど撮影で行けなくって、じゃあ年明けディズニー行きましょうねって言われて、いいよってこう約束しちゃったけど、なんかそのままやっぱりこうなんだろうな、天国に行っちゃった友人もいるから悲しいよね。あそこでこうね、年内に足を良かったなってちょっと後悔します。ゴキブリと遭遇した時に気をつけることとか心構えとかぜひ教えてほしいです。大丈夫、その文章を送ってくるぐらいのあのガッツがあれば全然 OK。 恋愛の悩みなんですけど、好きな人が2人います。1人は話しやすくてとても軽くてスポーツ万能の人です。もう1人は人気者で最近仲良くなった人です。2人とも好きな人いるので自信がないです。アドバイスがあれば教えてほしいです。好きな人2人もいんの。仲良くなった人の方が接しやすいっていうか行けやすいよね。でもまあ好きな人がいるって言っても結局こう私やりなんか若い時はなんかこういう不安とかあったりしたけど、今考えるとね、意外とそうでもないよね。最近私はバイセクシャルなんだと気づき始めました。だからといって周囲の女友達に恋愛感情を抱いてるわけではありません。ただ軽く私はバイセクシャルかもと言っただけで、恋愛対象にしないでと遠ざけられてしまいました。言わない方が良かったのでしょうか。その子とはそれ以来話していないのですが、私は話したいと思っています。しかしそれもやめた方がいいんでしょうか。友達と話をしたいけどもこう気まずいんでしょ。だって男女の関係だったとして、ちょっと私のこと好きなのみたいな。そういうわけじゃないよ。
とはなんないでしょ。勘違いすんなよみたいになるじゃん。そんな感じでいいんじゃない。いやこっちにも選ぶ権利あるよみたいなことを言えばよかったんじゃない。なんかいつの話なんだろう。でも言えばいいじゃん。恋愛感情抱いてるわけでもないし、誤解してるその友達に言った方がいい。いや別にこっちにも選ぶ権利あるよって、好みってあるから。私は小さい頃から好き嫌いが多く、特に嫌いなのが青魚です。職業柄給食を食べるのですが、青魚は結構頻繁に出るので何とか克服したいですが、どうやって楽に食べられるんでしょうか。刺身は結構ねダメな人多いけども、多分青魚ってサバとかだよね。サバアジとかでしょ。青魚の味をもう消し飛ぶぐらいの強い味付け、サバの味噌煮とか、もしコメントこういうのもありよって言ったらぜひコメントにください。あの俺もサバはあんまり好きじゃないけど、味噌煮はすごい好きです。今回はこれくらいにしておきます。まだまだインスタの DM お待ちしております。ぜひ皆さんもコメントよろしくお願いします。